聞いていただきありがとうございます。6月8日の話を、しようと思ってるんですけど、6月8日の夜にですね、声優さんの CD のリリースイベントに行ってきました。七瀬彩香さんが、7月に、まあ、歌手として CD を出すことになりまして、でそのリリースイベントは6月から7月にかけて、まあ、いろんな CD ショップで行われます。で6月8日がその一番最初の、リリーベで、場所が、タワレコードのパルコ錦糸町で、錦糸町パルコか、で行われました。で、まあ、錦糸町って実は意外と私の地元といえば地元だし、学生時代、通ってた町なので、で、今でもまあ、買い物結構行く場所なんで、で、そのタワレコードももちろん、見に行くことはある、そのお店をね、CD を見に行ったりすることはある場所なんで、なんかそこで、リースイベントっていうのが、結構なんか親しみがあるなっていうふうに思って、で、行ってきました。永瀬さんのことは2017年。だから、もう7年前なんだ。2017年に桜クエストっていうアニメの主演を務められていて、で、まあ、それで役者さんとしてお名前を知って、で、同じぐらいの時期に、ラジオ .i という、若手、新人の女性声優さんが、3ヶ月の期間限定で、一人喋りをやるというですね、まあ、そういう、なんていうの、シリーズというか、企画があるんですよ。で、それのパーソナリティをされてたのを聞いて、で、見ていて、というのがきっかけですね。で、まあ、その後、いろんな役を担当されていて、まあ、それも見てたし、で、今でもずっと、まあ、なんていうの、いろんな作品出られているのは拝見してるっていう感じですね。で、今年の2024年のアニメジャパンで、まあ、ステージに登壇しますっていう、発表だけされてて、で、それはまあ見に行ったら、見に行こうかなと思ってて、で、ちょうど直前になって、実はそれが、歌手としてデビューをするお披露目ですっていうことが分かった。それまでは、永瀬さんがなぜ登壇するのかっていうところまでは、あまりというか、なんかはっきりとは発表されてなくて、私もなんか作品に関連しての、なんか登壇なのかなと思ったんですけど、実はアーティストデビューですって、でそこで歌も歌ってくれたっていうのが、今回のその歌手としてのソロの歌手としてのプロジェクトの始まりなんですね。で、まあ、私もあんまりその音楽に対する話って、奈々さんがそのラジオとか番組とかご自身の番組とかで喋ってるのを聞いたことはなかったんですけど、まあ、元々やっぱり歌を歌うってことがお芝居と同じぐらい、好きで憧れがあってっていう話があって、まあ、歌手としてデビューするっていうことも一つの目標にしていたっていうのを、その時に初めて知って、まあ、でも確かにご自身が音楽が、実はビジュアル系のバンドが好きでとか、あとご家族が音楽をやられてる方がいてとかね、まあそういうのもあったんで、確かに音楽が身近な方なんだろうなってことは聞いてて思ってはいたんですけど、まあそれで、今回アーティストデビューということで、出演されました。で、で、リリースイベント、今回のリリースイベントは、まあ、ミニライブと私会ということで、まあ私会っていうのは、特典のポストカードをもらって、まあちょっとお話ができるっていう催しなんだけど、ライブが2曲、今まあアニメーションのテーマソングになって、遊戯王のテーマソングになっている、スターラッシュという曲が、まあ、これデビュー曲で、でそれをフルコーラスで歌ってくれたのが今回のリリースイベント。で、もう一曲が、まあ、カップリングで入っている曲があって、これは刹那フィロソフィーっていう曲で、まあ、これは特にその何かのテーマソングとかではないんだけど、まあ、これもまた、デビュー曲の中の一曲。ということで、それも全部フルで歌ってくれましたね。で、声優さんがソロの歌手として、声優さんがご自身の名義として歌うときの、やっぱり醍醐味って、なんだろう、音域がフルに使えるっていうことだと思うんですよね。これはちょっと、もう少し詳しく説明すると、声優さんって、例えばアニメとかゲームのキャラクターとして、まあお芝居をして、そのキャラクターとして歌うっていうことは、があるんですよ。まあキャラクターソング、略してキャラソンっていうんですけど、いろんなキャラクターの声とか喋り方とか、その特徴を持って歌うっていうことがあって、それはそれで非常に面白いんですよね。例えば、本当に動物のキャラクターを演じてて、まあ喋る動物のキャラクターを演じてて、その動物が歌っているという、曲だったら、その動物のキャラクターが歌える音域があったりとか、出せる声があったりとかっていう中で、いろんなその制約がある中で歌うっていうことの、音楽を作る面白さがあるっていうのが、そのキャラクターソングの面白さだと私は思ってるんですけど、でも、それがある一方で、ご本人の名義で、曲を歌うとなると、ご本人が出せる限りの音域で歌えるわけですよね。だから本当に、キャラクターを演じる上だと、普段使わないような、音域まで含めて歌えるっていうところが、やっぱりご本人の名義として歌を出すときの面白さだっていうふうに私は思いましたね。それはだから、実際に、リリースイベントで聴いて、で、まあ、スターラッシュという曲は、ミュージックビデオも公開されているので、まあ、フルでも聴いているので、まあ、こういう曲なんだなっていうのが分かったんだけど、もう一個の刹那フィロソフィーっていうのは、かなり雰囲気が違ってて、
ね、結構かなりかっこいい曲でしたね。で、かつその、なんだろう、そのアニメのテーマソング等ではないからこそ、その、永瀬さんが歌ってみたいという曲の雰囲気。であとはそのサウンドを作るチームの人たちが歌わせてみたいっていう曲の雰囲気が出る。だその辺がやっぱりもともと音楽が好きで、音楽にこだわりがある方が、その歌手としてデビューすると、そういう、なんていうの、ルーツとかバックボーンが見えてくる音楽を、その人の歌声で聴けるのが面白いなということを感じました。これからも、なんかいろんな形で、リリースイベントは7月の下旬ぐらいまであるのかな。ちょっと私もなるべく、気に入って応援しに行こうかなというふうに思いました。ひとまずでもその第1回目のリリースイベントに参加して、初めて公開される曲を、ライブで聴くことができてっていうのは、貴重な機会だったなというふうに思います。という感想でした。お聴きいただいてありがとうございました。